宇宙世紀00079、11月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわあ！そこだ！小隊長、小隊長、応答して。こちらギャザーロード隊、ピタ。ドイトル、意識消失。作戦前なのよ。ユノ特務総長、緊急回線を。わかった。了解、了解。ハロー。そうだ、先に。登録完了。特務翔太。なるほど、バイバイ。バイタル回復。小隊長、大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。してください、小隊長。すぐに機体を再起動。調子に乗らない。あなた待ちだったの。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。否、歴史を変える何かが起きたことを。ギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ、確認しろ。ブーストゲージの残量には気をつけて。
ようになってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵敵行ったそばから MS-06 即戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ、小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵を狙いやすくなるわ。やってみて。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。小隊長、ビームサーベルを。特殊格闘、やってみよう。特殊格闘。ザク撃破、すごい。小隊長、まだ来る。小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。捨てる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。ぜいてりゃぞー。ぜい早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ。モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。ぜい。
情報の崖に敵機狙え。ロックオン狙え。小隊長、崖の敵をロックオンして。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。まだなのか。肝心な時にまだなのか。そこ、発射。そこだ。くそ、まだか。当てる。応援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。 あれ友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、射撃しろ。ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサには連邦軍が私たちしか存在していない。発射、撃つぞ。テリア、まだなのか。くそ、まだか。なんだ、冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。戦機撤退を。小隊長、危ない。
宇宙世紀 0070 内オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイク。SNCRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステム、スタンバイ。プログラムテオス、作成処理実行中。ガンダム、ガンダム。ガンダム、ガンダム。緊急ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ。待った、ユノ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は、奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの。